はいどうも、アニマルアグリアンテナシランです。今回はまたレオパ会ですねの前にちょっとこっちの動画を見てほしいんで、先その動画流すわ。まだ流す。ではそっちの動画をご覧ください。ということでね、動画見た通りうちのレオパの拒食が治ったのかな、わからんけど大きい餌からは食べてくれるようになったんで、今回この子の大きい餌を生で見れたらなと思います。まあ生って言ってもね、さっきのも動画で今回も動画なんであんま変わらんと思うけど、まあこの実況しながら撮れたらいいなと思ってんねんけど、よいしょ、あービビらしちゃった。でもね、この子ね、デュビアをね、まだ拒食する前もね、ピンセットから食わんかったからね、大きい餌じゃないと多分食べやんと思う。まあとりあえず全部この餌皿の中に入れていこうと思うけど、まあね、この拒食が本格的に治ったら本当嬉しいなって思ってんねんけど、そのまあ動画にはしてないんやけど、この子の病院一回行って、それで病気なのかどうかわからんからって言われて、お薬はもらったんやけど、その弱い薬でとりあえず様子見ようかみたいな感じで薬もらったやつが多分効いたんかな、この期間で。お、食べた。しっかり今ピンセットから食べたよ。すごっ、初デュビアをピンセットから食べる映像、なんというか映像というよりも、あ、痛くしょ、後で撮ります。それはいや、でも初めて食べましたよ、うちのレオパは。手から、手からじゃないわ、ピンセットから。え、この餌皿に大集合しました。あとはちょっと放置して待ちたいと思います。よいしょ。いやー、でも長かったこの子の拒食。めちゃくちゃほんと長かった。皆さんのほんとその温かい応援メッセージというか、引っ越し的とかのおかげでほんとここまでちゃんと育てることができたと思うんで、ほんとにそこは皆さんのおかげだと思います。それでね、まあ多分皆さんの手伝って、あの拒食を治そうと手伝ってくれたこの子なんで、やっぱり皆さんみたいのはたっぷりご飯食べるとこかなって思うんで、僕も見たいですし、今回こんな動画にを作ろうと思っております。まあレオッパさんね、まだちょっと僕がちょっと入れたてなんで、この中にデュビアを警戒して外出てこないですけど、まあ1匹目見事に食べてくれて本当良かったです。ということでレオパさん出てきましたね。お、もうお皿の中を一目散に見ても、もうここにご飯があるっていうのが知ってる感じに一目散に。お、食べた。あ、2匹背中に乗ってるよ、背中に乗ってるよ、逃げちゃうよそこ乗せてたら。あー、でもうまそうに、うまそうに食べて。すごい、あのデュビアは賢いですね。賢いな、背中に乗ると。あ、お、大きいのいった。がっつり行きましたね。いや、
本当皆さんのおかげです。めっちゃありがたいです。いやもうこんなに食欲出てくれたの本当ありがたーって感じです。あー帰っちゃうか、帰るか、帰るのか。そんなとこまで逃げられてたの一匹に。それ狙ってたの。ということでね、今回の動画はこの子の拒食が治ったのかな、まあでも食べるようになったんで治ったでいいでしょうという動画でした。いやーね、本当皆さんのおかげです。いろいろなコメントのおかげでね、いろんなことやって、どうやったらこの子が死なずに乗り切れるかっていうのを試しながら試しながら、お医者さんの人にも助けてもらいながらやってったんやけど、まあご覧の通り食欲は戻って、ちゃんとデュビア食べるようになって、一安心、まだ一安心ではないけど、それでもピーク、心配のピークは超えたんじゃないかなって感じにはなってます。ということで今回の動画はこれで終わろうと思います。グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。誰が見ても心配ないようなぐらいのサイズになったら、また動画出していこうかな。てか普通に出していきたいよね。お食事だけでも需要あると思うんで、この子の食事だけでも、ほんと拒食してた子の。ということでね、今回こんな感じで終わろうと思います。出てきてくれんのあんた。それじゃ、バイバイ。